はい、どうもこんにちは、シムキッチンです。今日はですね、グリルした牛肉なんかに乗せて食べるパセリをふんだんに使ったバターベースのソースがあるんですけども、今日はそちらのカフェドパリバターっていうバターがあるんですけども、こちらを作って、サーロインステーキのカフェドパリバター、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料の紹介をまずはしていきたいと思います。まずは今日はサーロインステーキですね、こちらを使っていきます。お好みで牛ランプとかの油の少ない部位だったりとかしても全然いいかなって思います。それとバターですね、に玉ねぎ、ニンニクと、こちらパセリで、レモン果汁と、こちらお好みですけど、こちらウスターソース、ディジョンマスタードと黒胡椒で、こちらが塩ですね、とケッパーに、ハーブ類でタイム、ローズマリーで、こちらがカレー粉ですね。以上の材料を使って今日はサーロインステーキのカフェドパリバター、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたら今日は結構工程としては簡単なので、まずこちらサーロインステーキですね、こちらに塩とそれから胡椒振って下味をつけておきます。塩とそれから胡椒、ちょっとしっかりめに焼いていくとどうしても剥がれてしまうので、少ししっかりめに塩と胡椒は振ってあげるようにしてください。はい、塩それから胡椒、こちらを振っていただいたら、肉は表面が乾かないように、ラップをしてあげて、このまま放置して肉は常温に戻すようにしてあげてください。はい、続いてこちらバターですね。バターはもしもフードプロセッサーがある方は、こういった感じで回しやすい大きさにカットしていただくだけで大丈夫ですね。フードプロセッサーない方は材料全部みじん切りとかにしていかないといけないので、あらかじめ常温に戻してポマード状などに柔らかくしておくとやりやすいかなと思います。はい、そしたら今日はフードプロセッサーがない方向けにやっていこうかなと思います。バターはまずボウルに入れていただいて、続いてパセリ、こちらは包丁でみじん切りにしていきます。はい、しっかりとみじん切りにできたらボウルにどんどん入れていきます。はい、続いてニンニク、ニンニクは今日は2分の1個で大丈夫ですね。皮むいていただいてみじん切りですね。はい、そしたらこちらもボウルに加えていきます。続いてケッパーを小さじ2分の1くらいみじん切りにしていきます。そしたらこちらも加えていきます。次に玉ねぎですね。玉ねぎもケッパーと同じぐらいでいいので、本当にちょっとですね、こちらもみじん切りにしていきます。はい、玉ねぎもみじん切りできたら加えていきます。はい、ここまでできたら次にレモン果汁、こちらを加えます。それからお好みでウスターソース、ディジョンマスタードですね、それからカレーパウダー、こちらを加えます。それとローズマリーとタイム加えていただいたら、一つまみの塩を加えてしっかりと混ぜ合わせていきます。はい、しっかりと混ぜ合わさったら、これでカフェドパリバターは完成ですね。台にラップを敷いてあげて、こちらのさっきのバターですね、そしたらこれを空気を抜くようにして巻きつけていってあげて、丸めて棒状にしていきます。ここまでできたら両端をつまんで手前に転がしていただけるとうまく成形できるので、両端畳んでいただいて、この状態で冷蔵庫で冷やし固めていきたいと思います。はい、バターが作れたので肉を焼いていきたいと思います。はい、そしたらフライパンに油敷いてあげて、火をつけていただいて、今日は火加減は中火くらいでいいですね。はい、フライパンが温まってきたら、この油のところから焼いていきます。はい、油のところがある程度焼けたら、
反対の面ですね、焼いていきます。はい、この時に少し油を回しかけていただいて、アロゼっていうんですけど、かけて焼いていきます。特にこの油のところは重点的にかけてあげた方がいいですね。油ってどうしてもこの身の部分よりも火が入りにくいので、油を重点的にアロゼしていただいて、こんがりと焼いていきます。はい、ひっくり返したら、こっちもアロゼしていただいて、でこういう側面ですね、側面もしっかりと焼いていきます。はい、こういう感じでフライパンのこの周りを使ってあげて、側面もこんがりと焼いていきます。はい、肉が全体的にこう少し変わった時に弾力がある感じになっていたら、バットなどに引き上げていきます。もう常温に戻してあって、このぐらいの厚さなんで、そんなに時間はかからず焼けるかなって思います。はい、そしたら念のため肉の中心温度を測っていきます。だいたい今56度ぐらいの温度帯になっているので、今いい感じのレアぐらいな、かなりいい感じのレアな状態に焼き上がっているかなって思います。55度から65度以下くらいだと、まあ、レアって言われる焼き加減ですね。でミディアムレアって言われるのが、まあ、65度から70度以下ぐらいですね。それ以上になるともうウェルダンって言って、結構もう中まで火がしっかり入っている状態の焼き具合になっています。なのでお好みに応じて目安として参考に焼いてみてください。今回はかなりレア気味ですねな状態に焼き上げてみました。はい、今日はこのままドカンと乗せていただいて、お好みでサラダを添えていただいて、仕上げに先ほど作ったカフェドパリドバターですね、こちらをカットして、もう熱々のステーキの上に乗せてあげたら完成ですね。それでは食べていきましょう。そしたら肉の焼き加減を見ていきたいと思います。いい感じですね。いい感じのレア具合です。肉汁もしっかり閉じ込められてて、このバターと合わせて食べていただくと最高ですね。それではいただきます。もうこの熱々の肉の熱をうまく使ってバターを溶かしていただいて、ではいただきます。カレー粉を少量入れてるんで、スパイシーな赤ワインとすごく相性いいかなと思います。濃厚な赤ワインがめちゃくちゃおすすめです。バター自体も大量に作っておいて、冷凍ストックとかも可能ですので、動画を参考にぜひ皆さん作ってみてください。このバターがあるだけで肉のうまさが全然違うんで、とにかくおすすめです。